おはようございます。おはようございます。ああ、かっこいいじゃん。携帯入る。普通の作業着は、スマホ入ると頭ペコって出てる。あ、これ新築したんですよ。もういくらこれ総額。マジでお前嫁に怒られるぞ。一番高いのですか。は？どういうこと？はい。クソくっかきのせいでボケやすい。完全にやめちゃったんですか。やめたやめた。ああ、もう最後の最後にまで泥塗ってたで。お前とそっくり。あれ安いわ。いや見ないですよ。昼からいただきました。誰もおらずお寂しいんだって。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、カメラ回ってないところで、ちょっと言って。人笑いが起きました。人笑いが起きた。なんで、そうだって思ったの。俺が、なんか、今日こいつ来るなと思ったんでしょ。社長今日来るなと思ったの。この間電話しただろ。土曜日だったっけ？金曜日か土曜日に電話してくれた。今日はどんな工事ですか？今日は、外壁用の塗装工事。毎回同じだから。そう、出たねえもんな。じゃあそんなことよりお前のこの来とるやつが気になるわ。これが噂の噂の動画になったな。ネクストワーカーズの本当はネクストワーカーズの有名なやつですね。ブランド立ち上げて一応デニムがメインで作業服としてだけでうちも出してるわけじゃないんですよ。ワークウェアのやっぱりその要素とかミリタリーとかバイクとか自分が好きなネクストワーカーズ。この辺がしたやつ。いや、これは普通にワークマンとかで売ってるリーズナブルな方です。いくらなので上下で1万1000円。あ、マジで。あ、全然いいね。ちょっと後ろ見せて。おーおーおー、かっこいいじゃん。ちょっと正面見せて。はい。おお。やっぱ職人なり腕組むのお前。恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。これ言っとったやつだな。あ、本当かっこいいじゃん全然。多分高いやつはこの結構しっかりしそうなパンツになんかチャックみたいなやつ。チャックみたいな。あ、もっと激細みたいなやつだろ。そうそう。でこれも結構ストレッチ効くよな。はい。全然かっこいいじゃん。後ろ見せて。なんかね、やっぱこだわりが細いんだろう、足も下がな。それがやっぱシルエットがかっこよくなるもんで、こうやって見てもな。ああ、かっこいいじゃん。でなんかトップスも多分高いやつだとここにロゴが入ってるんです。でなんか小銭みたいなのがついてるんですよ、高いやつは。あ、本当。あ、でも小銭なんかいらんだろう。こんなとこには小銭入れいらないし、現場で使うなら僕はそんな5万とかかけたくないんで別に。まあそうだよな。じゃあ内装屋とかだったらわかるけど、汚れないトイレは偉いよな。汚れない建設業の方だったら別に高いやつでも。そうだよな。俺らちょっときついよな多分。そうですね。結局破れるもん。しかも俺ら民家だし狭いしな。まだ全然この仕事ばっかりだったらいいけどな。これ何入れるの？これ携帯入るんですね。あ、それいいわ。ポッケに入ると割れるで、胸がそこが一番割れんもんな。そうですね。今までの普通の作業着はスマホ入ると頭ペコって出てる。考えられてるな。出てきちゃうんですよ。まあそういうことだな。で落ちそうだしな。チャックなんで絶対落ちんし、しかも胸なんでうるさいところにおっても音聞こえるかもしれんな。あ、電話なっとるわって言って。これいいな。イヤホンもつなげるしな。有線でもそこだったら危なくなさそうじゃん。仕事中。それいいな。いつ買ったの？YouTube 出て？YouTube 出て。あ、ちょっと興味あるわと思って。ちょっと興味あるなと思って。でも5万のやつは高えなと思って。見るだけ見ようって思って。検索したら、ワークマンにもあるんだ。でワークマン見に行ったら、あれ安い。そう変わらんじゃんと思って。いや、そう変わらんけど、俺が見たらそう変わらんけどな。何が違うんだろうな。生地とか違うのかな。多分生地とかも違うんだ。めっちゃしっかりしてるね。それじゃバチバチ聞いてるの。バチバチ聞いてますね。で腕とかも多分高いやつと変わんないんで、これめちゃめちゃ安いんですよ。本当。お前はあれだな、リライブの時もいい感じで喋ってくれたけど、服喋るセンスあるな。服を褒めるセンスがある。俺なんだこれとか言って、嫌なとこばっか見つけちゃうタイプだけど、お前、いいとこばっか見つけるタイプだな。ちょっとうるさい。外、いい？時間大丈夫？大丈夫です。なんかね、最近面白いこと。面白いことですか？まあ今日はちょっと、視聴者には申し訳ないけど、とりあえず本数稼がなかった。それもなんか、もうバタバタしようになるよ、なんか。はい。クソくっかきのせいでボケやすい。完全にやめちゃったんですか。やめたやめた。ああ、もう最後の最後にまで泥塗ってたで。どんだけ泥塗ってくのこいつっていうぐらい。これ編集させませんね。まあ、蓋開けたら目安があっちにはあっちにいいこと、こっちにはこっちにいいことどころか自分だけが好かれたいもんで、それがなんか結局めくれて、もういいよ分かった分かったって俺もあんま気にしてないから、そういうの俺が自分で見たもんしか気にしんから、ああいいやれたけどって言ってなんか安井さんがこうやって言ってたんですけどみたいな話になって、いや俺そのこと言ってないよって言って、いや俺も言ったったんだから安井のこと別に好きじゃないし、これ言ってたらしいじゃんって言って、いや、私そんなことでちょっと待ってくださいって言って、安い、詰められて。でも空気ばかり取られてるんだから。結局もうお互いに言っちゃうわけ。おじまとそっくり。顔見たらいい風に言っちゃう。だって足回りにもいいこと言うじゃないですか。一緒に YouTube 撮りましょうとか何しましょう、これしましょう。結局まあ2ヶ月間給料って言ったら8し、もうなんなら10何日の時な、今日が20。まあぐらいだろ。で、先週だろ。で、まあ、木金ぐらいで話ついたもんで、もういいぞと、お前今週まで出てきたら、月末給料やるで、そこまで引き継ぎとかちょっとやっとけって言って。で、もう、で、あいつ、従業員じゃないから、有給とかもなんもないんだわ。だけど、まあ、正社員だと、有給とかもあるし、なんでまあ、いいわ、月末までつけたるわ、って言って、今週はおるよ、って言ったら、それなのに、次の日の日、俺はいないよ、いねえんだぞ、会社は。で、事務所に、あれ安いわって言ってましたよ。いや、見ないですよ。昼から出てました。もうちょっとまた戻ったんだけど。で、次の日もさ、安いに用事があったもん電話したら、電話出んの。事務所に電話したらさ、いや、朝から来てないです。こいつ何通るなと思って。たったそれも2日3日のことが、なんでできんのかと思って。黙って座っとりゃ、金もらえるのに。で、やることあんだよ。引き継がなきゃなんだもんな。恥だぞ。転々としような。ずっと俺使いたいぐらいだもん。題材いいよって言っとんだけど、はい、取って、やめたこと。はい、だけどなんか、嫌いすぎていいとこになるわ。こっちは恥ずかしいわ。じゃあ、飛んだうんぬんとかってまだいいわ。はい。なんかいっぱいちょっと、本当は視聴者の皆さん、ですね、ちょっといろいろ長くなりまして、ちょっと、モザイクの部分こんだけちょっと喋ったら、ちょっと使ってもらってもいいけどね。ちょっとギリギリの間で。俺があいつが嫌いっていうのを使ってもいいよ。別になんか。じゃあそれを公にして、なんかあいつを陥れるみたいなことを公にしたら、ちょっとダサいじゃん。僕らの方が。そうそうそう。本当に泥棒みたいなことやっていいならいいんだけど。だけ、まあお前、もうこの作業着着て、どうなのお前。この間の離婚問題からどうなの？離婚問題？ああ、監督。監督たちの離婚問題って言ったら、視聴者びっくりするかもしれない。まあ、ドッキリだけど、三部作にはだって竹が騙されとったんだよな。マジで騙されましたよ。将棋視聴者は三部作だけど、お前1週間ぐらい？もっと ?10 日間ぐらい ?1 週間ちょい。10日間ぐらい。気まずかった1週間。だよな。あのドッキリがちょっと、やめてもらっていいですね。なんかやりたい企画とかないの？お前の中で。やりたい企画っすか？うん。趣味まで来ちゃってるんですけど。うんうん。あ、いいよいいよ。道具とか作業着とか。ああ、いいね。が、好きなんで、いろんな人と話してみたいし、コラボしてみたいなっていう。ああ、それちょっと見つけていいよ。それこそネクストワーカーズ、コラボしたことも知らんかった。ああ、お前ネクストワーカーズ知っとったんだ、もともと。はい。めちゃめちゃ好きで。あ、マジで？じゃあ俺さ、これ、まあ使ってもいいんですけど、ある人、まあ、YouTube とかを、まあ、コンサルじゃないんだけど。社長、おせさんです。あ、こんにちは。あ、社長の小林です。はい。すいません、急に。ちょっと、すいません。こちらです。また後で挨拶行きます。火曜日。全然、これ、社長。まあ、早く言えよ。結構、向こうから俺。もう気づいたんですよ。なんか、おじさんずっと俺も見とんな。ずっとチラチラ見とったんだけど、てら無視しとったよ、お前、俺。気づいてない。編集者使ってくださいね。面白いわ。俺が、こいつ本当に終わってんなっていうところが、俺、マジで、まあまあ。そうそう。そんで、その人が、まあ、ある人と、まあ、紹介してもらったんだけど、そう、YouTube のキャラクターグッズとかを立ち上げたりするのに、そういうことをやってて、何回か当てたこともあるみたいな人で、それを俺紹介してもらって、で、俺はでもキャラクターとか嫌なんだわ。なんか塗り替え道場のロゴ入った T シャツみたいなのとか嫌だから、だけどいいものを、その安くだけじゃないけど、リライブとかやっとるじゃん。お前の中でそういうのないの？こういう、これいいっすよって。で、これを改造してもそのまま入れて、うちで売ってもいいわけじゃん。それこそ手掛けたいのはあるっす、作業着を。いやね、作るのはね、ちょっともう待って、一回リライブで俺もこけとるね。なんで、あれネクストワーカーズが、この間コラボしたじゃないですか。それを通してなんか、それよりさ、なんか道具とか今あるもんないの。そういうなんか道具とかでうちで販売してもいいわけよ、サイトで。はいはい、例えばだよ、これロープとかもあるじゃん。はいはい、これね、こういういいものあるよって。そうを世に広めたいわけよ、俺は。はいはい、で、それが、あ、こんないいもんあんだって、これがこの価格だったらっていうやつあるじゃん。まさに。いろいろあるじゃん。はい、で、これラックとかでもそうじゃん。なんかラックとかもどこで買えるんですか、これとかなんか結構来とったじゃん。ああいうものを宣伝してきたらなーみたいな。ラックいいな。ラックはいいと思いますよ。なあ。普通に使い勝手。あ、ちょっと自分たちで改造して考えようか。例えばカスタマイズできるやつがいいんじゃない？ある程度パーツを5個ぐらい作っといて、最後溶接して。差し替え。そうとかさ、まあそういうアイデア。で、火曜日水曜日に、まあ、それをミーティングして、でもう俺もなんか体取られちゃうもんで、もうその人に任せたいって言って。いろいろ打ち合わせしとんだわ、今。クズの案件で忙しかったもんで、ね、なかなかそれやれてないんだけど。で、まあ、水曜日か。水曜日の夜、7時ぐらいオンラインで。まあ、家からでも参加できるから。いい。大丈夫。お前良さそうだな、そういうの。ネクストワーカーズも今日喋ってみるわ、じゃあな。これめちゃめちゃいいっすよ。高い価格帯はいらんけど、ここの価格帯だったら、群を抜いていいの。マジ？その値段の中でめちゃめちゃストレッチ効くし、おい案件代もらってないでもそれ以上褒めんでいいや。ちょ、この動画を送りつけてこれ公開してほしかったらお金くださいって言うか。逆にビジネスでやっぱその職人さんは知っとんだな、やっぱネクストワーカーズもともと知っとんだろ。だってお前、そうこれなんだニックスですか。ニックスな。これ進捗したんですよ。なんで進捗で新調。マジ全部。お前いくらこれ総額。ハーネスも入れると25万ぐらいです。マジでお前嫁に怒られるぞお前。もう話してある。怒らんの嫁さん。最初は嫌がらせされたっすけど、仕事で使うものなんで。じゃだけどお前さ、俺思ったもん、やっぱ電気屋さんとか多いじゃん、お前外ではそれダメだぞって思うじゃないですか。全部バリスティックって聞いた。バリスティック。なんか言っとったな。そのバリスティックって何なの？結局すれに強くて破けにくい。そんなように似たやつあるじゃん、ワークマンとかで。それこそこの服も全部バリスティックなんですよ。これ生地バリスティックっていう生地なんで、これと同じ生地なんですよ。ほー、お前めちゃくちゃやったんだ。25万何がそんな高いの？一番高いのこれ。一番高いのですか？一番高いのどれは？どういうこと？これプレートです。これプレート？どういうこと？これ単品なんですよ。あれ、この袋は別ってこと？袋もどこまででこれ売ってんの？ここまで？この袋単体と、僕はこのチェーンも変えてる。これも？このちっちゃなやつ？ちょっと視聴者ないと分からんから。チェーンも変えてる。いくら？ここだけちょっと説明しよう。前に嫁に送りつけるわ。これ一発で1万5,000円です。そうでしょ、お前嫁に怒らんかったろ。いやでも徐々に揃えていったのもありますよ。一撃で買ったわけじゃない。こんなもんお前だって1,000円で売っとるだろ、違うやつだったら。これバリスティックじゃねえだろ。これはバリスティック。この作関係は全部。なんかチタンか。軽いさ。そういうことかね。強いし。チタンはな。これがいい。これが腰袋でバリスティックの腰袋。これいくら？これが12,000円です。で3,000円でするか。こだわって、このワッペン単体で買ったんですよ。マジ？ワッペンが2,000円ぐらいです。すごいね。うちで一番こだわってんじゃん。僕もこだわってる。ワッペンはもう最近全然。これ一回チェックしてるね。俺一億くらというプレートも全部チタン。チタン。これ一個いくらするのこれ？こんな普通だったら2,000〜3,000円だろう。6,000円。あれそんな高くないんだな。2,000〜3,000円するじゃん。ちゃんとしてあるとかでもな。でもあれですよ。その動画撮ったところあるじゃないですか。色ずれ。あそこ行って買った。総額いくらですかちなみに？45から40ぐらい。ザ・バリスティックって感じですよね。あそこで全部揃えたんですけど、今月足場の見積もり依頼が。あ、マジ？あ、マジ？仕事につながる。あ、そういうの言ってくれるの俺に。いや、つい最近です。つい3人でもその場でいやいや別に。でもまだ本気前じゃない。誰に上がってんだ。どこに行くの？あそこの事務所の中。事務所の中に棚を全部。棚足を組む。あ、マジ？あ、そう。じゃあちょっと行かなあかんな。おい、ちょっと行こうよ、じゃあ近いうちに。あ、了解です。ちょっと電話でさ、頼んで、もう似てまくったの。あ、全然。2つぐらい出しくない。ネタをすか。似てよ。足場見積もりが2つネタだったらおかしいだろ。ぼったくり用とぼったくらい用か。どういうネタなんだ。はい、じゃあちょっと視聴者皆さん、ちょっといろいろ話になって、あれですけど、まあちょっとね、申し訳ない。いいね。ちょっと、ちょっと本当に大変だね。面白かったらいいねと。うん、チャンネル登録はまあいいや。とりあえずチャンネル登録はもうお願いし、これぐらいのネタで、今通じて喋ってるだけだろ、みたいなネタでね、ちょっとチャンネル登録までお願いしないですけど、ちょっとまあ時間ください。また見ようも大型新人、カメラマン系、まあその子はちょっと事務経験もあるから、美人の女が入るぞ。そうです。大型新人。何お前その笑い。これ使われたら顔隠れ。大型新人、美人の女だぞ。まあわからん。それも交渉注意も。はい。やばいぞ。あんまり綺麗だぞ。はい、視聴者の皆さん。まあこんないやらしい顔ですが、ちょっと今日も、まあちょっと、まあちょっと動き始めてるので、俺も。いろいろ企画は考えて、まあちょっとまだ連絡して、ちょっともう、ちょっと協力してない夜とかいい？大丈夫です。はい、以上になります。皆さん。はい。また応援のほどよろしくお願いします。せーの。また見てねー。